霊剣神社。はい。悪いな、俺って。そうですね。国は、静岡。はい。剣神社。辻公園の中に、うん。そうですね。さっきの見つけのね、天神の神社とそのまま続きになってる感じかな。グラジオの娘が食いつかかった。うん。そこ多分ってあるじゃない。やっぱ辻の花がいっぱいあるね。これはね、すごいわ。広い。すごい奥下。うん。すげえな。めっちゃ広い。お、本当だ。そうか、ここはもう霊剣だから犬を祀ってるんだね。さっきの疾平太郎さん。うん、これがそうなんだ。当時では瞳悟空の伝説が残されております。うん、約700現在の駒ヶ根市宝泉寺より出た。うん、借り受けて、うん、怪物を退治し、人見悟空という悲しい習わしを断ち切り、平和の見つけの町を戻したと。あ、じゃあ素晴らしい。社恩のために当社、社像が奉納した大般な般若経、うん、現在、だった寺の宝として保存され、保存され、うん、岩田市と駒ヶ根市、友好都市の絆と、そうなんだ。そういう神話で友好都市になってるね。うん、霊剣神社は犬を祀った。そうなんだ。日本唯一なんだ。へぇー。犬は絶対外国の方がいる。あ、なるほど。なるほど。じゃあ、俺もプッと死んだんだけど。ここはでも簡易的な感じ。ペット機関だから。すごい。なんかすごい。ペット機関だ。ペット、思いやりあるでしょ。亡くなられたとかね。そうですね。でもお守りとかも買えるんじゃん。そうだね。というわけで、うん、霊剣神社さんでした。番外編です。はい。五木ひろしです。五木さんでした。